まったくうるさい連中だ。キリュウさん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田、最後に俺を信じて。あの人、多分バッティングセンターで助けてくれた人、ペンダントのことを教えてくれた。行くぞ、ハルカ。うん。五代目近江連合、テーラーだと申します。近江連合がなぜ風間のおやさんを。キリュウさんと同じですよ。俺も風間さんには返しきれない恩が。風間さんがお待ちです。こちらへ。よく来たな、風間。おやさん、ご無事で。すまなかった。苦労をかけたな。あの寺田って男はもともと俺と同じ元ヒットマンだ。そうだったんですか。近江連合本部長の肩書きで東条会に探りを入れてもらってた。特に錦山をな。風間さん、島の組の連中が。ここはヤバいです。島の目、無茶しやがる。これまでだ、島の。来やがったな。おい、キリュウ、こっちだ。じゃあ、お前らしっかりやれよ。行くぜ。頼む。ちゃんと終わったのかよ、襲名式と引退式は。ああ、義理は果たしたつもりだ。しかし、聞いたことねえよな、組長の襲名披露と引退式が同時なんてよ。で、五代目は誰にしたんだ。まあ、世良会長やおやつさんに恥ずかしくねえやつにしたよ。うん、誰なんだ。まあ、意外なやつだよ。おい、元会長、つけられてるぞ。え？おい、もしかしてあいつが五代目なのか。ああ、奴ならきっちり東条会を立て直すさ。
ここからはわし一人で。しかし関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前らいつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか買い物に行ったりご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから安心してね。おやっさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は、はるかを立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東条会は追い詰められているのか。1年前のあの事件で東条会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東条会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとは思えんがな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東条会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東条会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東条会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてええんとちゃいますか。はるかと逃げてくれ。しかしその体に東条会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。大丈夫か。かすり傷ですわ。会長の元へ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。東条会の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。寺田、寺田さん、しっかりしろ。寺田さん。
残念ですが。病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。お見事や。合田会長、桐生さん、ここまでは見事に私の筋書き通りに動いてくれました。まさかその声は寺田。どういうことや。これは全て私が描いた絵図なんですよ。26年間考えに考え抜いた絵。それじゃああなたが。そう、キムデジン。26年前の事件、最後の生き残りですよ。お前どうして死んだふりなどしたんだ。あなたという人間は理屈じゃ動かない。死ぬくらいのことをしないと動いてもらえないと思いましてね。なぜそこまでして俺を。あなたが動けば近江も動く。そして関東と関西は一触即発の状態になる。そういう筋書きです。じゃあお前は龍二を焚きつけるために杯の話を持ち出したんだな。ええ、龍二は東条会と近江の杯などを絶対に認めるわけがない。予想通りクーデターを起こして関東に牙を向けた。そしてあなたに倒される。まあこれも計算のうちでしたがね。龍二もお前たちの標的だったっていうのか。そうです。龍二は我々の掟に背いた。だからです、龍二は神言派として行動することを拒み続けた。彼にとっては26年前の恨みなどどうでもよかった。頭にあるのは自分が頂点に立つことだけ。それならそれを利用して最後は掟に従い死んでもらおうと思ったんですよ。寺田。桐生さん、あとはあなたを片付けて東条会を潰せば全ては終わる。寺田幸男として生きた26年間、あと少しでそれも終わる。あなたたちを倒しあの爆弾にスイッチを入れれば全てが終わるんだ。爆弾気がつかなかったんですか。あなたたちの目の前にあるじゃないですか。どうして。爆弾は全て解除したはずだ。倉橋の分ですよ。あなたの父親河原次郎が殺した倉橋のね。あなたたちは私の同志、いや親友を奪い去った。だからその復讐をする私が用意したんですよ。このスイッチを押せば神室町が火の海になります。本気なの？安心してください。この爆弾が爆発する頃
あなたたちはすでにこの世にはいないんですから。寺田。何ですか？最後に教える。お前はあの時、風間のおやっさんの墓前で嘘をついたのか？何が言いたいんですか？26年前、お前を助けたのは風間のおやっさんなんじゃないのか？なんでそれを？26年前のあの日、俺はお前を見ていた。어떡하지영민아씨발이래서는오래못버텨이놈아우리도가자인욱의원수를갚아야지그래뒤에서치면이길수있을거야어生きろ。お前らは若い。命を無駄にするな。生きろ。そうだったんですか。あなたがあの時の。確かに私と四民は風間さんによって命を救われた。寺田。その後私は復讐をするため風間さんを狙い続けた。来る日も来る日も。だが風間さんはそんな私を逆に世話し近江へと導いてくれた。そうか、それでか。お前が近江に入った後、堂島の風間という男がお前のことを頼みにやってきた。私に手をついて何度もお前のことを。寺田、お前風間のおやっさんにそこまでしてもらって人間としての恩はねえのか。桐生さん、まだわからないんですか。私は神言派の構成員です。神言派の掟は全てに優先する。たとえ親だろうがやるときはやる。それが私たちの宿命です。血の通った人間の言葉じゃねえな。ええ、私たちは人間であることを捨てた集団だ。そうでなければ26年間も恨みを抱えてこのような復讐を計画することなどできません。
とにかくあなたを倒さなければ終わらない。勝負は終わっている。カズマ！遅かったやないか。高島、あなたには感謝している。私にとって邪魔な人間を予定通り次々と葬ってくれましたからね。来る！動かないでください。ご苦労だったな。あとは私に任せろ。すべてお前が裏で仕組んだんか。カオル！会長のおっしゃる通りです。寺田の動きを知って裏で画策したのは私です。オメ連合を裏切って神言派と手を組むんか。裏切る？何をバカなことを。高島は神言派と目的が合致した。東条会を潰すという一点でな。そう、そしてその目的は果たせた。だからもうお前は用済みだ。寺田！自分が利用されているとも知らずバカな男だ。やはりお前という男は。高島、お前、うわっ！高島、お前、オウミをどないするつもりや。ご安心ください。私があなたの後を引き継ぎます。そんなことは許さん。メイドの土産に教えましょう。私はオウミ連合六代目となり東条会を傘下に収める極道社会の全国制覇です。さらに神言派も抑え海外へ進出する。それが私が書いた最後の絵図です。お前どう。ゴーダさん、どいつもこいつもバカばっかりだ。どうしてこう人を信用するのか信じられん。わしは心の底からお前のことなんか信じちゃいない。なんだ、まだ生きてたのかこの死に損ないが。お前の思った通りにはならん。今にわかる。まったくうるさい連中だ。桐生さん、あんたしかいない。この男を倒してくれ。寺田！さ
最後に俺を信じて。ありがとうね。私ずっと忘れないよ。寺田のおじさん、本当にありがとう。あの爆弾が偽物だったとは、寺田が一番の役者だったな。ああ、奴が言っていた通り、高島のことは心から信用しちゃいなかったのさ。そうだな。最初から爆弾の信管は抜かれていたわけだしな。鼻から爆発させる気はなかったってことだ。しかしまあ、爆弾が起動した時はどうなるかと思ったぜ。ああ、だがあの時、寺田の判断がなければ高島の思い通りになっていただろう。お前、あの爆弾が爆発しないことが分かっていたのか？いや、分からなかった。だが奴は最後に信じてくれと言った。お前に何を信じて欲しかったんだろうな。多分風間のおやっさんへの気持ちだったんだと思う。今思えばな。なるほどな。その言葉に嘘はなかったってわけだ。ああ。わしらはな、汚ねえしのぎなんぞする気ないんですわ。東条会には東条会なりの掟ってもんがあんだ。あんたが昔いた近江連合みてえなやり方には正直ついていけねえ。そうだ、東条会改革かなんか知らねえが、近江みてえに金の亡者になるつもりはねえぞ。雑魚がピーチクピーチクうるさいんじゃい。ろくに結果も出せねえ連中がごちゃごちゃ騒ぎよって、綺麗事抜かすならきっちり収めるもん収めてからいいや、ボケが。何やぞ。チートばかり五代目に気に入られたからっていい気になるよって。この前まで三次団体のペーペーだった新参が偉そうな口叩くなや。新参か新参でないかはもう重要じゃないんですよ。数字を残せる人間を幹部に登用し、稼げない人間を排除する。実力主義に基づいた血の入れ替え施策。それが五代目が進めてこられている東条会改革です。結果を残せる人間なら新参だろうが古参だろうが力を与えられるんだ。つまり
結果を残せてる我々があんたらに偉そうな口を叩く権利はあるということです。何やとてめえこの野郎。おいペイってみろ。お静かに願いたい。よろしいですかな。ではこれより緊急幹部会を始めましょう。五代目、今日はどういう案件です。また例の東条会改革ですか。そう、その続きの話です。現在空席になっている若頭を決めたいと思うとります。若頭どうやって決めるんで。どうするんだ。誰がなるんだ。若頭は東条会で実質的に私に続く力を持つポジション、誰にするかで今後の組の命運が決まると思うております。ですが戸様出身の私にはその判断は非常に難しい。そこで私の進めている東条会改革のルールに沿う形で適任者を選ぶことに決めました。ルール。ルール、ルール、どうやって決めんだ。東条会改革は結果を残せる人材を積極登用する施策、結果とは稼ぎですから、本部への上納金を最も多く納めている組、そこの組長を東条会の次期若頭に任命します。それでは早速各組織の上納金の金額を確認しましょうか。飯淵。はい。それではこちらをご覧ください。おいおい、そんな、こんなに差があるのか。ご覧の通り、古くから東条会を支えている皆様の額はどんぐりの背比べ。まあ柏木さんの風間組が検討してるってところでしょうか。しかしその風間組にダブルスコア以上の差をつけている組が2つある。それが私の率いる飯淵組と植松さんの植松組です。あんたたちが毛嫌いしている新参者のね。この結果に基づくと1位は植松組、つまり次期若頭は植松さんということになりますかな。ふざけんな。お前らが稼ぎがいいのは汚い砂木に手染めとるからやないか。東条会にはな、美学ってもんがあんだよ。五代目が認めても俺は認めねえぞ。金に目がくらんで極道の魂なくしちまっとるんとちゃいますか。雑魚が邪魔しろ。お前ら誰のおかげで飯が食えとると思っとんじゃ。わしらかてボランティアでやっとるわけやない。こんだけ組に貢献しとるんや、相応の地位をもらって当然やろが。文句あるやつはわしらぐらい稼いでから言え。異論はないようですね。では次期若頭は植松組の植松さんということで。うん。
からずっと。おい、そこはあんたの席じゃねえだろ。黙って見とけ。で、なんじゃありゃ。どうやってあの中ね。どうしたんだ、こんな大金。俺、草野球がしたくてな。金貸した時の担保に神室町近くの空き地をちーっとばかり手に入れとったんや。そしたらなんや、でかい企業がそこにビル建てたいから土地を譲れ言うてきての。適当にふっかけたらこんだけの金になったっちゅうわけや。ま、俺がチートばかり本気になればこんなもんや。しかし困ったの。稼いだ額でメンツを決めるんなら俺が若頭になってまうの。五代目あんたや。人事でも何でも己の好きにしたらええ。せやけどな、あんまり登場会舐めとると飼い犬に手噛まれるで。五代目、どうします。一度本件は持ち帰りとする。次回の幹部会の際に改めて方針を決定する。なんや、座り心地あんまり変わらんな。今回の件、どういうことか説明してもらいましょうか、真島さん。説明もクソもないわ。部屋に入っとったら上松が死んどった。それだけ。真島さんと植松は次期若頭の座を争うライバル関係。そしてその真島さんが植松の死体の第一発見者。何が言いたいんや。言いたいことあるならはっきり言えや。植松殺したのはあんたじゃないかって言ってるんですよ。くだらん推測はやめろ。真島が殺したっていう証拠がどこにあるんだ。証拠はまだありませんよ。ただ出てくるのは時間の問題でしょう。若頭候補だった植松は真島さんにとって最も邪魔な存在。殺す動機としては十分すぎます。真島さんは狂犬って呼ばれてるぐらいですしね。やっても何らおかしくない。もうやめませんか。これ以上古参同士のかばい合いは見ていられない。てめえ、柏木さん、もうええわ。真島、わしはごちゃごちゃ脳がきたれんのは苦手での。こいつらのくだらんお茶会に付き合うんはもうごめんや。植松やったやつの首取ってくりゃ文句ないやろ。ええ、もちろん、それができればね。真島さん、この度は誠に申し訳ありませんでした。いいぶちの魂胆を見抜ききれなかった私の責任です。
もともとある程度黒いもんを含んどるやつやとは思っていましたが、数字を重視するあまり数字にならないものを軽視しすぎた私のやり方が間違っていたのかもしれません。組の頭張る男は間違っても間違っとるなんて言うたらあかんで。え？東条会の五代目はお前なんや。お前が白と言えば白、黒と言えば黒、それがわしらの生きとる極道の世界や。どんなやり方をしようとお前が正しいと思うんならそれが正しい。ま、正しかろうが間違いやろうが、わしはお前のやり方は嫌いやけどな。なことよりわしが気になっとるのは近江の方や。近江？わしが今回ドンパチかましたんは紛れもなく近江連合の島や。それにイーブチの仕業とはいえ、うちの組員が近江の幹部をやったんは事実。連中が黙っとるわけないやろ。はい、実はすでに近江の方から説明の場を設けるよう求められております。近江と戦争になったら今のうちはおしまいや。せやから一つ提案があるんや。提案？真島さん。この度は近江連合さんにご迷惑をかけてしまい申し訳ない。申し訳ない？何のんきなこと言うとるんや。相変わらずぬるいの寺田藩は。こっちはあんたらの内輪もめのせいで三次団体とはいえ幹部一人殺されとるんやで。どない責任取るつもりや。答えようによっては関東と関西の大戦争になるかもしれませんの。まあ待て、今日は喧嘩売るためにこの場を設けたわけやない。すみませんな、うちのもんが。いえ。せやけど戦国たちが言うとることも一理あります。このままお咎めなしで穏便になんてことになったらうちの連中に示しがつかん。私も戦争は望んではない。どう落とし前をつけていただくか。それなんやが、今回は飯淵の件があったとはいえ、結果的にうちの部下が起こしたことを、責任は親のわしにある。ほう、どう責任を取ろうつもりですか。真島組解散でどうや。なんやと。真島組言うたら東条会で現状一番幅利かせとる組やないけ。そないな組を解散って勢いだけで何言うとるんや。わしが解散言うたら解散なんじゃボケ。真島組は解散、わしを含め組員は全員東条会から足洗う。今回は誠に申し訳ない。それで納めてもらえんやろか。
の戦争勃発の大チャンスやったのに、あの真島とかいう男にしてやられたの。そんなに戦争がしたいなら、あの場で噛みつけばよかっただろう。あんだけ潔い姿勢見せられたら、噛みつく方が野暮ってもんや。まあ、いずれにせよ、東条会とは近いうちに戦争することになるやろからな。その時まで、お楽しみは取っておくとするかぬ。戦争ね。そもそも今回の飯淵ってやつも、あんたらのどっちかが仕組んだんじゃないですか。その言葉、そっくりあんたに返させてもらうわ。ふん。真島五郎、大した男や。